ベンジャーズのエイジオブウルトロンです。いや理解できるよ。あのね、何が面白いか本当に分かんなくてさ、だって事の発端がトニー・スタークの、まあ、作ったもの、うん、はい、でそれが、まあ、ウルトロンだよね、うん、でそれが暴走してなんか世界滅ぼしちゃうじゃんみたいな感じになるじゃない、はい、なんか人類が害悪だって AI が反乱を起こして人類ぶっ殺すみたいな話なんだけど、マッチポンプが過ぎねえかって。確かこの話前君にした時にさ、でも今後の作品を見るために必要な説明会って聞いて、いやだったらいらねえんだよなっていうのが俺の一番の感想なのよ。2時間使うのが本当に何だろうな、無駄というかなんというか。アベンジャーズシリーズの中では一番評価低いんじゃないの。確かに低かったと思う。それでも4近いんだよね。あ、そうなんだ。あのいろんなところで見てね、4近いスコアを取ってるんだけど、うん、僕の中ではまあぶっちゃけ 1.7 とかそんくらい。低すぎるなかな。それはそれで。だから俺がアベンジャーズを嫌いになった原因の映画なんだよ。確かにね。関係なく俺アベンジャーズ嫌いなんだけどさ、全部。俺の知ってるスパイダーマンは自分の腕から糸出すんだ、うん、しかもそもそも出てこないしな、まだエイジオブウルトロンでは。その次くらいだっけ、うん、君がマーベル見ないせいでガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのレビューできないんだから今やってたっけ。やってるし大人気だよ。もうマリオ、コナンと来たらもうみんなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをやるんだろうなって思うよ、話題作だ。なんなら俺 MCU の端っこのやつは割と好きなのよ。ドクター・ストレンジとかね。端っこじゃねえよ、ど真ん中で今大看板だろドクター・ストレンジ。いや、あのそこに合流する前なんかね。でも俺もそのアベンジャーズに文句言いたいのは、合流目標でやるなとは思うんだよ。なんかさ、俺全然マーベルだとか意識せずに映画面白そうだな見たいわけで、モービウスを見たのよね。あのコウモリ男になっちゃうやつで、モービウスを見てて普通に純粋に見てるわけで、純粋に見てて、で最後まで話として普通に面白かったわけ。エンドクレジット見てたらヴィラン側に誘われてるみたいな描写がね、いや、あーもうまた巻き込むじゃんっていう、そのいや巻き込まれるのは俺しょうがないんだよ、別にしょうがないんだけど、いやなんか匂わせやめてよっていう。モービウスはモービウスで浸らせてよ一回とか、うん、早いってっていう、ソフローすぎるでしょなんかもう種まくのやめてよ早めにみたいなさ。その作品はその作品で楽しんでみて、で後々出てきたコラボ合算で、あ出てくるんだでよくない。うん、その方がいい。毎回匂わせなくてよくない。だからその感じるとさ、そのベノムのレッド・ゼア・カーネージー、カーネージーの評判高くないやつね。その最後のクレジット後に、うん、その世界がガチャ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 して、そういうこと。ノーウェイホーム、あのね、多分だけどその同タイミングでドクター・ストレンジがその別のユニバース、あれだよね、そう、それをやった時だったから、うん、多分それの影響をあそこも受けたみたいな演出だと思うんだよ。俺はベノムはベノムで好きだったの。わかるわかる。なんだけど合流してほしくなかった。別にさ、単体で売れてんならよくねって思うんだよ。スマブラで例えるとだよ、マリオ全クリしましたの後でなんか急にゼルダが出てきて展開が入るみたいなもんでしょ。最悪だね。だからスマブラはスマブラで楽しいし、マリオはマリオで楽しいけど、別にスマブラを匂わせる必要ってないじゃん、どこにも。うん、単体作品の設定をアベンジャーズの筋に持ってくるのはいいんだけど、アベンジャーズの筋を単体作品に入れるのはちょっと違うんじゃないかなって。